今回はですね、なんとダイナミックプライシングについて話していきたいと思います。なんとと言ってもあんまりよく分かってないんですけど、何ですか？はい、B リーグのチームで、川崎ブレイブサンダース、宇都宮ブレックス、千葉ジェッツがこのダイナミックプライシングを今年から採用しましたというニュースが流れてきて、僕がすごく驚愕したんですけれども、驚愕したんですか？驚愕したんですけど、まあ、そもそもじゃあダイナミックプライシングとは何ぞやというところから話をしていきたいんですけれども、ダイナミックプライシングっていうのはですね、まあ、日本語に訳すと価格変動性とかと言ったりするんですけど、もうちょっとこうちゃんと訳してみるとダイナミックって何かというと、こう、うわダイナミックだみたいな意味じゃなくて、ダイナミックっていうのはですね、動的と訳されるんですけども、つまりこう揺れ動く、動的の反対静的にも固定されてると思うんですけども、揺れ動くダイナミックプライシングだから値付けですね、株みたいな。そうです、そうです。だから価格が決まってなくて、その時々の状況で価格が揺れ動くよっていう仕組み自体がダイナミックプライシングっていうふうに呼ばれてますと。へえ、かっこいい。言い方かっこいいですよね。ただ、値段がまあ変わるよっていうふうな考え方ですね。で、このダイナミックプライシング、最近プロスポーツだけじゃなくて、いろんな分野でこのダイナミックプライシングを採用しようっていうのが結構経済ニュースとかで流れてきてるんですけれども、なんでなのか、ここ数年になって、最近になってダイナミックプライシングが取り上げられてきたのかっていうところから、まずちょっと説明をしていきたいんですけども、はい、でまずですね、ちょっとじゃあちょっと経済の勉強になっちゃうんですけども、まあ、値段ってどう決まるのかっていうところですよね。値段って中学か高校の授業でやったかもしれないですけど、値段って需要曲線と供給曲線のバランスによって決まるって、なんか交わるところで決まりますよって、つまりは欲しい人がいる状況と売りたい人がいる状況のそのバランスによって値段っていうのは決まってくるんだよっていうのが、まあ、これが普通の値段の付け方、値付けの基本的な考え方なんですよね。だから大体はその市場の原理によっていい感じの適正価格っていうところに収まってきますっていうのが普通の値段の付け方の状況ですと。ただ値段がコクコクいくとこう移り変わるっていうところがダイナミックプライシングなんですけども、別にこれって最近出てきた考え方じゃないんですよ。ずっと前からあるようなもの、例えばですね、野菜の値段、確かに上がった、ね、私もそう、はい、で野菜の値段ってその時の状況で前の日とか前の週とかと変わったりするじゃないですか、はい、なんで変わりますか？台風で。そう台風、沖縄でもそうですよね。そう天候によってよく変わりますよね、うん、天候によって変わるっていうのはもうちょっとよく詳しく考えると、うん、天候によって何が変わってきますか？収穫量。そう収穫量、つまりその供給ですよね。どれぐらい作れるかっていうところが、野菜って天候とかに左右されやすい、その供給量が左右されやすいんですよね。需要が一定だとしても、供給量、つまりこう農作物の収穫量が変わっていっちゃうと、値段が高くなったり、逆に安くなったりする。これがダイナミックプライシングの基本的な考え方です。野菜はずっと昔からダイナミックプライシングでしたって言ってもいいと思います。せざるを得なかったという感じですね。すごく分かりやすいです。ただ野菜なんです。ただじゃあなんで野菜はできて他ができなかったかっていうと、ここが結構面白いところなんですけども、野菜はなぜその日単位とかその1週間単位とかで値段が変えることができたかっていうと、値付けするんです。誰がですか？まあ、つまりこうそういう農産物って流通のシステムがもう完全にもう決まってますよね、ずっと大昔から、農家の方が作ってこの市場に出てきて、ここで値付けをするんですね。一回市場で、市場で値付けをして、毎日値付けをして、そこでその後スーパーとかその野菜その八百屋さんとかに並ぶと。つまり毎日供給量が把握できて、毎日値付けをしてるんですよ。1日単位でやってるから価格が上下するっていうことができるっていうシステムがそもそもあったんです。ここがすごい大事なところなんですよね。デイリーというか、そうです、そうです。つまりこのダイナミックプライシングをこう仕組みを取り入れるためには、その時々で、ね、短いスパンで値付けをするっていう仕組みがあることがまず大事、すごい大前提です。でもう一個の大前提がですね、データです。
まあ、野菜の例で言うとですね、仲買人さんたちがいますよね、うん、その人たちが毎日釣りをして、これ今日はいくらだ今日はいくらだって決めてますよね。あれなんで決めてるかっていうと、その時の供給量に対してお客さんがどれぐらい買うかなっていうのは、うん、長年の経験で彼らは分かってるんですよ、うん、去年のこの時期はいくらぐらいだった、去年この前いくらぐらいだった、例えば白菜だったら寒くなってきたから鍋が増えるから、じゃあ需要が増えてきてるだろうとか、そういう経験というののデータが完全にこのシステムの中に組み込まれてるんですよ。仲買人さんがすごいかっこよく見えて見えてきたでしょ僕も思いましただからそういうデータがあるからこそ適正な値付けっていうのができる。ここはダイナミックプライシングの2つ目の要素なんですけども、1個目の要素としてはそのデイリー、その短いスパンで値付けをしている、うんうん、で2つ目はデータによる需要予測、あの供給予測っていうのを把握して適正な値付けをするっていうシステムがある、うん、この2つがすごくダイナミックプライシングを構成する大きな要素なんですよね。大体分かってきました、うん、はい先生これ値付け失敗しちゃうとどうなるんですか、うん、これ値付け失敗しちゃうと一番まずいのが在庫が余っちゃいますよね。そう、値付けってすごく難しいのが、さっき言ったその需要と予測のバランスを取ってるのが大事、うん、だから安くしすぎても今度は供給が追いつかなくなって売りたいのに売れない、うん、棚に商品がない、そうそうそういう状況ですね、うん、販売機会のロスって言ったりするんですけども、うん、そういう状況も良くないし、逆に高くしすぎちゃって売れ残って在庫がある、うん、もし生鮮食品だったりその期限のあるものだったりしたら、それだけ在庫にできないからロスしちゃう、うん、ダメになっちゃう、うん、だからそういううまいことバランスを決めるっていう値付けって結構本当はすごい難しいことなんですよね、うん、それがうまく市場の原理によってできている。でダイナミックプライシングっていうのはさらにその短いスパンで値付けをして適正な価格を決めて販売していく、つまりできるだけ無駄をなくしていこうっていうような考え方が根底にあります。それがチケット買いでも起こるんですか。そうなんですよ。そのダイナミックプライシングっていうところが、まあ、そんなに新しい話じゃないっていうことが分かったところで、うん、はい、じゃあなんでそのダイナミックプライシングが最近こんなにこうよく聞かれるようになったのかっていうところなんですけれども、うん、さっき2つの要素って言いましたね。ダイナミックプライシングの1つがデータと、もう1つが短いスパンでの値付け、うん、この2つがですね、インターネットの普及 と AI の発達によって他の業界でもできるようになってきた。データを集めるのはいいんだけど、それを分析するのってすごい大変なんですよ。ビッグデータと呼ばれる大きなデータの中でどれが需要予測と供給にその関連するデータなのかというのを切り分けたりする、ここに AI を持ち込むことによって、うん、その適正な価格っていうところをきれいにこう分類してデータを分析をするっていうことができるようになる。なのでそのインターネットの発達と AI の発達によって、このダイナミックプライシングを他の業界でもいろんな業界でも取り入れることができる環境が整ってきたから、今こういう状況が起きているっていうこと。じゃあこう何年も経験を積まなくても、うん、こう数年でもデータが取れて、そう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 、できるってことか。そうです。無駄がなくなっている世の中になっているわけですね。そうですね、うん、話を戻して、その今 B リーグダイナミックプライシングを導入しましたっていう話なんですけども、うん、これもいきなり導入したわけじゃなくて、うんうん、最初のスタートの段階で B リーグはその、はい、電子チケット、紙のチケットじゃなくて、はい、スマホでこの入場できる QR コード の電子チケットっていうのを推奨したんですけども、はい、これもそのダイナミックプライシングを入れていく上ですごく大きな要素なんですよね。紙のチケットって紙にいくらって書かなきゃいけないじゃないですか、うん、でその書いた金額っていうところを変えられない、うん、確かに。そっか。だからそのQR コードのこの電子チケットだったら、その時々のダイナミックプライシングの値付けをすぐ反映することができるから、すごく大事なんですよね。更新ボタンを押せばいい。そうそうです、ね、コロナがもし起こらなくても後々はそういったこともできるように準備はしていたっていう、うん、そうです。で今ケイシーさんがおっしゃったみたいに、そのコロナのこの状況だからこのダイナミックプライシングを採用したって、これは誤解なんですよ実は、うん、実はですね、そのダイナミックプライシングを採用するというのは、もともと今年から採用するというのはもともと決まってたんですよね。でも僕らからしたら、まあ、ケイシーさん今おっしゃっていただいたのが本当にそうなんですけど、僕らからしたらコロナで大変な状況だからダイナミックプライシングを採用したんでしょと思わせてしまうこの状況、これまずいんですよ実は。
ちょっと今日はそのダイナミックプライシング本当に今使っていいのっていうところをちょっとご説明したいんですけれども。何難しい。大丈夫です。簡単に説明します。でもあれですよね。今でしょう。何でしょう。そうです。いや今じゃないでしょう。そう。逆です。どうなんですか。じゃあまず今までのまとめとして、うん、まあ、ダイナミックプライシングができてきたのが、はい、ビリング初年度からビリング初年度からの電子チケット、電子チケットだ、はい、そう、そうです、うん、で準備をしてきて今年から採用したんですけども、はい、そこがなぜ今年この状況だとまずいのかって、まあ、僕が思ってるのかっていうところなんですけども、うん、まあ、要素として今年じゃないだろうっていう要素が3つあるかなっていうふうに思ってるんですけども、3つ、まず一つ目がこのスポーツのチケットにおいてダイナミックプライシングを採用するっていうのが前提があってですね、まずプロスポーツってすごく高くなったら困るじゃないですか、誰も見れなくなっちゃう、見たい、見たいよね、でも安くなっても困る、なので最低価格っていうところはつまり基準の価格ですね、まあ、決めないといけないんですけど、その基準の価格が何かっていうとシーズンチケットなんですよ。年間でこの席はいくらですよっていうところをこれがベースになってるっていう、まあ、制度設計の考え方なんですけどね、はい、シーズンチケットがベースになって、もしダイナミックプライシングでそれより安くなっちゃったら、シーズンチケット買う意味ないですよね。ないですね、あ、損するから、損するから、そうそうそう、はい、つまりこれあの商売における基本中の基本で診療の問題なんですけど、シーズンチケットを売りますよっていうことはイコールこれが一番安いですよ、そうだ、うん、ああ1年分まとめて買ったらこれだけ安いですよ、買ってくださいって言ってるのに、 それよりバンって下がっちゃったら、うん、えっ、おいおいってなりますねってことは信用を失ってその商売やっていけないっていうことになりますよね、うん、そのベースがシーズンチケットなんですよ。プロスポーツにおいてダイナミックプライシングを採用するっていうことはですね、つまりシーズンチケットはあるっていうことは大前提なんですよね、はい、制度設計の考え方としては。ただ今年コロナの状コロナ禍の状況で千葉、宇都宮、川崎、この3チームともシーズンチケットを採用してないんですよ、うん、シーズンが全部できるかどうか分かんないから、ね、うん、もしかしたら全60試合できないかもしれないこの状況だから今年のシーズンチケットの販売見合わせますっていう考え方、これはまあ正しいというか当然の判断なんですけど、シーズンチケットを売らない状況でダイナミックプライシングを採用するっていうのは制度設計上ちょっと矛盾が生じてるよね。うーん、これはもう本当に信用の問題なんですけど、はい、物の価値っていうところをどこに設定するのかっていうところの考え方です、はい、基準値が分かりにくい、そうですってことですか。そうです、そうです。じゃあ安いか高いか分かんなくなっちゃう。そう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 、本当にそういうことです。実際その3チームとも標準価格っていうところはちゃんと決めてはいるんですけど、はい、そのシーズンシートがあるっていう前提じゃなくて標準価格って決めてるだけなんですよね、はい、そこ、うん、根拠が根拠どうなのかなっていうところはやっぱ考えちゃいますよ、ね、なるほど。シーズンチケットだったら実際にそれを買った人がいるけど、うん、決めてるだけだから別にそれを買った人もいないし、うん、なんかこうなんだろう、ふわっとして、ね、そう、ふわっとして、ふわっとして、まあ前年投資だと思うんですけどね、じゃあ懸念としてはチーム側がちょっと高くしちゃったりしちゃうかもってことですか、うん、お、いいですね、話の流れが素晴らしいそうなんですよ、はい、でじゃあ2つ目の理由いきましょうね、うん、2つの目の理由としてはこのコロナ禍の状況で全体の収容人数に制限がかかってるんですよ、はい、全体の約 50% 以下か、はい、もしくは5000人以下っていう、うん、まあ、基準が確かあるんですけどね、うん、しょうがない状況なんですけど、はい、供給を制限してるっていう状況なんですよ、うん、このコロナ禍の状況といえど意図的に制限してますよね、うん、これっていいことじゃないんですよ、うん、つまりこれも信用の問題なんですけども、供給量はこれだけありますっていうことをちゃんと、うん、あってその上で価値を決めるっていうところがすごく大事なんですよね、はい、うん、供給量が上下しちゃう、意図的に上下させるっていう状況は価格の付け方として良くないんですよ、うん、とか便乗値上げだったりとか、その価値が上がってきたから供給量を減らしてとかって、うん、その意図的に値上げするとかそういうのがあったりして問題になったりすることもあるじゃないですか、まあしょうがないんだけど、まあ、ここすごい難しい問題話なんですけど、考え方として、例えば今5000人までとか半分って言われてて、
ゃ少ないからちょっと高いじゃないですか、うん、買ってコロナが治ってその試合前にバンって全員入れますっつったら、うん、ガンって価格下がる。そう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 、俺5000円で買ったのに今2000円で売ってるみたいな状況が起こり得る。起こり得る、起こらないでしょっていうのは信用の問題なんですよ、うん、起こり得る状況っていうのが良くない状況、うん、そうか、買いづらいですね。なんか高い時に買いたくない心理があるから、そうそうそう、今買っちゃったら損するかも、ね、だから今買わないと後からはなくて、そうそうそう、前日だったら跳ね上がってるかもしれないし、もしかしたら半分以下になってるかもしれない。だからこの2つ目のコロナ禍の状況で、その供給量がしょうがないにしろ制限されてるっていう状況は、このダイナミックプライシングを採用するにおいていいことではない、いい状況ではないっていうところなんですよね。で、あともう1個3つ目、はい、3つ目なんですけど、これ結構感情の問題なんですけど、感情の問題ですか、はい、あのさっきケイシーさんが最初に、はい、コロナの状況だからダイナミックプライシングで値上げしてるんでしょ、うん、っていうふうに言いましたね。これ普通の話だと思います、普通の感情だと思うんですよ、うん、これってでもダイナミックプライシングの考え方からすると良くないんですよ。野菜の話に戻っちゃいますけれども、野菜はみんながみんな、あ、天候が雨だから、まあ、さっき の, その収穫量が下がっちゃうから高くなるのは我慢してるとかそういうわけじゃなくて、そういう認識がもうありますよね、うん、まあ、当然だという認識、うん、でもこのコロナ禍の状況で値上げをするためにダイナミックプライシングを採用している、つまりダイナミックプライシングっていうのは値上げの道具だと思われるのが一番まずいんですよ。まずいんだ。お互いに納得してない、そう、そうなんです、状況ができちゃう。そう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 、本当は需要と供給で適正価格にしましょうねっていうのがダイナミックプライシングの考え方なんですよ。だから値上げの道具って思われちゃうと、ダイナミックプライシングイコール値上げってなってイメージ良くないですよ。ダイナミックプライシングに失礼そうそうそう、でも本当そう、失礼ってこと。そうそう、買ってる人が一応、まあ、コロナだし値上げするのも仕方ないかなって思いながら、ちょっとなんかこうもやっとしながら買ってる可能性が高いですね。良くないですね、うん、NBA の決勝とかで5万とか言ったら、まあ、みんな行きたいから5万だろうって言って5万普通に気持ちよく払って、買えてよかったって逆に思って、そうそうそう、そういうのがこの値付けでは良い値付け、そうそうです、そういうことです、良い値付けだけど、今は我慢してこの値段払ってるっていうふうに思う可能性ありますよね。仕方ない、仕方ない、仕方ないよねって言ってこう、ね、今使うタイミングではないんじゃないかと、うん、そうそうそういうことなんです。感情の問題っていうところで言うと、我慢してる状態で高いお金払って見に行くでしょ、はい、じゃなった金額に対して満足度っていうところが、うん、高いお金払っていくからこう高い位置になりますよね。ハードルが、ハードルが上がっちゃう。このお金払った分の、まあ、今日価値あったかなみたいな、ここってすごい怖い、怖い、そう、怖いことなんですよ、うん、実は J リーグも2年前かな3年前かなに、あの横浜マリノスとかですね、先にこのダイナミックプライシングを採用したんですよ、はい、シティグループだ、そう、シティグループ、そうなんだ、アキラさんというですね、横浜マリノスのサポーターのお友達がいて、ダイナミックプライシングマリノス採用してますけどどうですかっていうふうに質問を投げかけてみたんですよ、うん、そしたらそんなことを聞くんですね、やっぱりね、そう、先にこう聞かないとね、そうそう、そもそも日産スタジアムが埋まってないですもんね。そう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 、そう、そう、日産スタジアムはキャパが5万人だから、はい、でかいんだ、でかいんですよね。そうか、そう、だからちょっとね、うん、いろんな状況が異なってはきますけども、読みましょうね、はい、マリノスの状況だと以前もう定価の2倍ぐらいにはダイナミックプライシングでなっちゃったっていうこともありますよって、2倍、すごいですね。なんでそうなったんだろう。その時は多分すごいいいカードだったんでしょうね、対戦相手がとか、ベッツとか、そう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 、対戦相手によっても変わったりするので、うん、で、アキラさんの意見だと、はい、収容人数が決まってるから、はい、まあ、その中でできるだけこう利益をこう、まあ、最大化にしようっていうところは、まあ、一サポーターとしてそこに、まあ、理解はできるけどっていうところですね。ただ、まあ、自分のお財布の事情とも考えてちょっと考えられ、ちょっときついなって思うところもありますっていう話ですね。そっか、難しいところですね。難しいですね。チームを潤してあげたいと思いつつも、そうなんですよね。そうそうそう、でもアキラさんのこの月のですね、回答がすごく、あ、的を得てるな、実際のその感情だなと思ったんですけども、はい、満足度に関してなんですけども、本当だったらいつもの定価で入れば試合の勝ち負けじゃなくて、
その時の会場のその雰囲気だったりとか、はい、あの食事したりだとか、いろんなその時の催し物だったりとかで、まあ、満足度って結構上がったりするんですけど、ダイナミックプライシングで例えば定価の2倍とかになっちゃうと、試合の勝敗っていうところにすごく満足度が左右されちゃいますね。そんな気はやっぱりしますっていうふうにおっしゃってたんですよ。負けたりしたらやっぱり2倍値段払って負けを見に行ったのかって思っちゃいますよ ね。そこ頭では分かってて、頭分かってても、頭では分かってても満足度ってやっぱ感情ですから、うん、それで言うと特に今ってコロナだから声も出せないし、あの飲食ももしかしたらない、禁止されてたりとか、そうそうそう、満足度自体がそもそも下がっているのにっていう、値段が上がってハードルは上がってみたいな。そうなんですよ。やっぱ自分だけで嬉しい。そうですね。だからお客さんもこう分かっていても、そっかこんな感じかってなっちゃう、なりかねないってことですよね。コロナじゃない時ですら、うん、このなんだろう、満足度的にちょっとこうハードル上がってなんかなってなってるのに、なんか一緒に声も出せないし。そうなんですよ、難しいんですよ。スポーツの満足度、まあ、観客満足度ってどういうところに左右されるのかっていう研究とかあったりするんですけども、はい、普通の状況であれば一番その影響されるのは勝ち負けじゃなくて、誰と見に行ったか、どこで見たか、どの場所で見たかっていうところに一番影響されるという研究結果もあるんですよ。なんだ。で、そうなると今の状況だとこう離れてなきゃいけない、で制限もされてるから、いっぱいでもそのいっぱいの人数でも見に行けない、うん、で席もそんなに自由には選べないとなっちゃうと、満足度難しいですよね。確かに誰と見るかとか、この臨場感とか大事ですね。大事です、ね、大事です。でもね、まあ、分かりはするんですよね、そのコロナの状況で大変だから収益を上げなきゃいけないからね、大変なんだけど、だけどな、でもわざわざその決まってたからといって、うん、このシーズンからダイナミックプライシングをスタートするっていうのは いい方法だったのかなって僕すごい思っちゃう。どうですか？そうですね、まあ、ただあの開幕見に行きましたけど、宇都宮、やっぱ生は面白いからね。面白いね。やっぱ払うかなっていうのはありますよね。ただ値上がりされてしまうとですね、なんか富裕層のものになってしまうような、どこか自分たちのものでないものになってしまうような感覚も分かるから、首都圏のクラブがやってますけれども、また沖縄沖縄で違うじゃないですか、島で。結構そういう値上がりに対してはある意味保守的かもしれないし、地域によってまた反応が違ってくるのかもしれないです、ね、そうだからそのクラブで、そのクラブそれぞれ その考え方でそれを採用するかしないのかっていうところは結構変わってきますよね、うん、何かを変えるとそれなりの反対も出ますからね、そうですよね。ただ僕の主張としてはですね、ダイナミックプライシングは採用すべきだと思ってるんですよ、はい、今までが逆に安すぎた、人気があるのに安いチケットで売るっていうことはクラブにとってはいいことじゃないか、はい、ちゃんと価値に見合った価格のを、まあね、付けをするっていうことはすごい大事だから、採用した方がいいんだけど、さっき言った3つの要素で、今なのっていう、今じゃないでしょ、ちょっとそうなるほど、だから今使っちゃうと、さっきケイさんが言ったみたいに値上げでしょってなっちゃうんですよね、それだったら逆に値上げした方がいいと思いますか、その単純に、今年はこういう状況ですのでっていうことで、金谷さんがさっきおっしゃったみたいに、楽しい、やっぱり見たいからね、でもその制限されてる、その入れられない、人数を入れられないという状況だから値上げしますっていうふうに、じゃあ、まあ説明すれば、まあ、しょうがないけど納得はできますけどね、わざわざダイナミックプライシング歌わなくてもってことですか？そうそうそう、そういうことですよ、ね、人間ってよくわからないものに不信感抱きがちじゃないですか。でこれでなんかダイナミックプライシングハテナハテナってなったら、なんか悪いものに見えちゃいますよね。そうですよね、感情ですからね。そうですよ、感情ですから。はい、じゃあということで、まあ、今シーズンはダイナミックプライシング、こう値段、チケットの値段というものもまあ注目して見ていきたい、またより面白くなるんじゃないかなと思います、はいはい、難しかった難しかった、ね、今日は編集大変そうということで、今回はダイナミックプライシングとは何ということで、
話していきました。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アウトナンバー1クォーター1クォーターボリューム8が発売されました。ありがとう。ボリューム9です。失礼いたしました9です。めちゃすごいかっこいい話で、はい、見どころはどこでしょう。そうですね、やっぱりコザのスーパースター並谷真理子選手がこの先日本を背負ってですね、ワールドカップに立っていただくっていう応援というか思いを語っていただいてますので、まあ、その辺りが注目なのと、やはりここ沖縄市はですね、ワールドカップの開催地ですね、シンポジウムだとかですね、あとですね、ケイシーさんと太陽さんが沖縄アリーナについて YouTube でもアップしてくれていることとか満載でございますので、はい、皆様ぜひコンビニに行って買っていただくか、コンビニでは結構売り切れまくってるので書店に行っていただければと思いますので、そうですね、書店にもないよってなったらネットで買っていただくか僕に DM いただくか、はい、どうにかして手に入れていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トリップショットホテルズコザは沖縄市コザの商店街にある町ホテル、個性的なスイートルームを10室ご用意しております。今回の撮影では元スナックをリノベーションし、レトロで贅沢な空間をイメージ、床がフローリングなのでお子様連れのご滞在にもおすすめなデコラを使用させていただきました。